はい、今日は実に久しぶりに世界遺産鉄道ベルニナ線に乗ってサンモリッツまで参ります。今乗っているのは夏限定オープンエアーの車両です。いい天気です。ちなみに今のスイス入国のコロナ関係のルールなんですけれども、特にないですね。こうやってイタリアから陸路でスイスに入るのもだし、日本からスイスに行く場合でも、現在2022年の8月1日時点ですが、特に陰性証明が必要とかワクチン証明が必要ということはありません。ということで、規制がだいぶ緩くなったというか、実質フリーになったので、今回私がスイスに行きますのも日本からの観光のグループのお客様が来るので、ガイドのために行くところです。さあ、ティラノを出まして、いよいよ出発です。ティラーノは標高約440メートルなんですけれども、これからこの正面に見えます谷間をずっと上がっていって、最高地点では標高2200メートルまで上がります。標高が変わるにつれて気温もだいぶ変わってくるので、今はこのように皆さん日陰を探して右側にしか乗ってませんが、標高上がるにつれて乗客の顔ぶれ、服装というのも変わってくると思いますので、そこも注目しながら見ていただければなと思います。もう警察が来た、早い。山の斜面に張り付くようにブドウ畑がまだ見えているのがお分かりでしょうか。ほぼスイスの国境に近い、一応まだここはイタリア、ティラーノです。次期国境を越えてスイスに入ります。電車に乗ってるとわからないんですけれども、こう正面にちょっと見える建物、今見えなくなっちゃいましたが、この建物ですね、あそこが車で通る時の税関事務所になります。一番の見どころ、ブルージオのオープンループ橋です。車両が緑と森の緑と空の青によく映えますね。気持ちいいです。ちなみに客層ですけれども、やはり圧倒的にスイスドイツ系の方が多いように見えます。特に今日はスイスの建国記念日ということなので、祝日ですからスイスの方が多いというのもあるかもしれません。だいたい毎年の傾向として、7月から8月初めまではスイスドイツ系、
8月中旬はイタリア人が多くなる傾向があります。こういうこと言うと怒られるかもだけど、イタリア人の観光客が多いとやっぱ騒がしいんですよね。なので一緒になるならやはりゲルマン系の方がいいなと思っております。泳いでる人がいらっしゃいます。今は標高約1000メートルまであっという間に来まして、ラゴリポスキアーボに泊まっております。地図でいうとティラーノ出発してここです。ゴールはここサンモリッツなので、まあまだまだありますね。3分の1も行ってない感じ、4分の1ぐらいかな。ティラーノを出発して約40分、今ボスキアーボの町を過ぎたところです。これから一気に山の中に入ってまいります。標高はもう1000メートルを超えておりますが、私はまだノースリーブで全然大丈夫です。ただティラーノとの違いは、今日向にいますけれども、日向にいても辛くない。これからどのぐらい涼しくなるかちょっと楽しみです。見ましても、前回の動画でご紹介したようにティラーノのように焼けて黄色くはなってないんですよね。青々としています。好きなポイントに差し掛かります。左側に注目。木々の間から一気に視界が開けて、たった今通ってきたボスキアーボの街がまるでジオラマのように一望できます。ポスキアーボを過ぎてからはトンネルを何個もくぐりながら、そしてかなり急なカーブを右に左に行きながら標高を一気に上げていきます。なので乗っていてももう限界に近い角度でカーブを曲がっているようで、曲がるときキキーってすごい音がしますね。まあこれを100年以上前に作ったというのだから、スイスの方の鉄道の技術は、鉄道や、山の中にトンネルを掘るという技術はすごいものがあります。
涼しげな景色。ここはカバーリアというですね、いつかご紹介できればと思うんですが、氷河公園というのがあります。といっても氷河があるわけじゃなくって、氷河が作ったとても面白いものがあるんですけれども、今日は降りないので、あ、さっきのワンちゃんがここで降りるんですね。ここは、標高がなんだ1600ぐらいかな多分ですが、全然涼しくはないです。今私はこのように長袖を着ておりますが、それは寒いからではなく、日向にいると紫外線が痛いからですね。そして眩しいのでサングラスもかけてみました。例年ですとこのぐらい上の方まで来るとちょっとジャケットを羽織らないと寒いぐらいなんですけれども、やはりスイスも全体的にいつもよりも暑いんだなというのが感じられます。現在標高2091メートル、アルプグリューム駅におります。このベルニーナ線は単線なので、こうやって主要な駅でよく待ち合わせをしますから、電車好きな方はベルニーナ線をじっくりと観察できるチャンスです。そしてこのアルプグリューム駅はですね、ベルニーナ沿線の駅、主要な駅で唯一車道と接しておらず、車では来れない、電車でしか来れない駅ですから、とても静かです。そして今ご覧いただいたパリュー氷河が一望できることでも人気です。これからベルニーナ線で一番標高の高い駅、オスピツヨベルニーナ駅に停車します。標高は2256メートル。それはいいんですけれども、ラゴビアンコ夏なのにものすごい水位が低いです。びっくり。こう岸沿いに草の生えていない岩場のところが見えますよね。本来だったらここギリギリまで、あるいはそれより上まで多少草が水に浸かるぐらい夏場は水位があるんですが、大変水位が少なくなっています。それはやはり舞
前の動画でもお伝えしましたが、かなり降水量が少ないことと、アフリカの熱波の影響でここも例年より気温が高く、雪解けが早い、そして氷河もここの氷河もだいぶ小さくなってきております。このラゴミアンコは正面に見えているこの氷河も水源の一つとなっているんですが、まあ、かろうじて張り付いている状態、そしてここラゴミアンコを起点としまして、麓のティラーノまでの2000メートル以上の標高差を利用して水力発電が行われております。で、前回の動画で世界有数の水源であるアルプスでもし水が枯れたらという話をしましたが、万が一本当に水が枯れるとなると、そしてこの湖こんなに水位が低いですが、このままどんどん減っていって、この湖の水も枯れてしまうとなると、水不足もそうだけれども水力発電もできなくなりということで、人が生活する上でのインフラに大変な影響が生じることが考えられます。この青い空、ターコイズブルーの湖、そして真っ赤な電車、この素晴らしい景色もやはり豊かな自然があってこそですよね。この景色がずっと残ることを祈ります。チェックはモルテラッチ氷河です。よくベルニナ線のポスターやパンフレットに使われるので、聞いたことある方もいらっしゃるのではないでしょうか。正面に見えております間接している山の部分、ここがこの地方の最高峰ピッツベルニーナ4000メートル超え、それを頂点とするベルニナ山群、このベルニナ山群からこう降りてきているのがモルテラッチ氷河です。まあ予想通りだけど、だいぶ後退しております。
サンモリッツ駅に到着です。今回乗ってみて、まず気温、これはやはりスイスも暑いぞというのが感想ですね。ティラーノ出るときに申しましたが、例年ですと乗っている間に寒くなってくるので、みんな長袖を着たり、耐えられない方は室内の屋根のある車両に移ったりするんですけれども、そんなこと全くなく、氷河の近くを通るときは一瞬ひんやりはしましたけれども、それだけですね。そしてベルニナ線の車窓から3つの氷河が見えるんですけれども、それらが遠目ながらもいずれもだいぶ溶けているということは今お見せした通りです。ではこれから何日かサンモリッツに滞在するので、また現地の様子をご報告できればなと思います。ではまた。